下良町立田峰小学校は、愛知県北下良郡下良町田峰にある公立の小学校。1873年11月19日創立。2018年度の教員は6人、児童数は11人であり、複式3学級を取っている。1927年春工の木造平屋建ての普通教室棟と特別教室棟は、 それぞれ国の登録有形文化財に登録されている。タミネ地区にはかつてタミネ城があり、現在は本丸御殿が復元されている。南東方向に傾斜するタミネ地区には茶畑が多く、タミネ茶が生産されている。寺院としてはタミネ観音と日光寺があり、タミネ観音の霊祭で行われるタミネ田楽は国指定向け民族文化財となっている。 タミネ地区タミネ地区と豊橋鉄道、田口線タミネ駅と豊川の位置関係。画像上端にタミネ小学校の一文字型の校舎とグラウンドが見える。明治期に学校が置かれていた日光寺、明治大正期に学校が置かれていたタミネ観音1873年11月19日、北下ら軍団、峰村の日光寺に第十五番小学タミネ学校として開校した。 なお、北節100年の教育は、タミネ学校の開校が1873年10月であるとしている。1875年には、日光寺が火災にあったため、白鳥神社に移っている。1882年には、北下良軍第二学区公立小学タミネ学校に改称した。同年4月には、水戸橋津島神社に、ミネ学校分教場を設置したが、 1886年12月には文教場が廃止されている。1891年には、タミネ観音の境内に校舎を新築。同年には再び、水戸橋にタミネ神城小学校文教場が設置されている。1892年4月には、豊か国神城小学校がタミネ神城小学校文教場となった。 1902年4月には、三戸橋の文教場が独立して、三戸橋人常小学校となり、豊か国の文教場が独立して、豊か国人常小学校となった。1907年4月には高等科が設置され、多峰人常高等小学校に改称した。1908年9月には断固西川二文教場が設置された。1926年3月には、 火災で校舎が全焼し、日光寺に仮校舎を置いた。1927年12月には、現在地に現在の校舎が竣工なお、北節100年の教育は、現在の校舎の再建が1927年4月であるとしている。桁雪65メートルの平屋建てであり、一文字型のカタロー式校舎である。時を同じくして、 アメリカ合衆国から日米親善大使の青い目の人形、グレースが寄贈され、グレースは同行のマスコットとなっている。1934年4月には浦谷分教場が設置された。1943年には西川分教場が一時的に閉鎖された。1947年にはタミネ小学校の一部を使用して、 団峰村立団霊中学校を閉地している。1947年度の児童数は156人。1951年には校歌を制定した。1956年9月30日には、田口町、団、峰村、桜村、振草村の1町3村が合併して、下楽町が成立し、下楽町立田峰小学校に改称した。 1957年度の児童数は132人。1967年度の児童数は65人。1973年には創立100年記念式典を開催している。1977年度の児童数は23人。1987年度の児童数は17人。1989年にはアメリカ合衆国。 オハイオ州デートン市のラスキン小学校と姉妹校提携を結び、以後は児童の相互訪問、作品や手紙の交換などを継続している。1996年には愛知県国際交流功労賞を受賞した。1997年度の児童数は9人。2001年には、設楽町立清司令中学校など、設楽町内の3中学校が統合され、9。 断霊村一域から中学校がなくなった。2010年から行われた木造校舎の耐震工事は2011年に完了。2012年度には日本建築防災協会が主催する平成24年度耐震改修優秀建築賞理事長賞を受賞した。耐震工事は2013年度の第21回愛知町並建築賞としても評価されている。 2014年4月25日には、下楽町立多根小学校普通教室旨、下楽町立多根小学校特別教室旨が、それぞれ国の登録有形文化財に登録された。下楽町では、初の登録有形文化財である。ラスキン小学校やウィンザー小学校との日米文化、交流などが評価され、2008年には、中日新聞社による、中日教育賞を受賞した。 3年に一度の訪米事業は2014年の第9回で終了している。1934年には東鴨郡が助町大田がに近い浦谷に、田峰小学校浦谷文教場を設置した。戦後の1946年9月には浦谷文校の校舎が新築された。1967年には浦谷文校が独立して、下田町立浦谷小学校となった。 1979年には、下田町立浦谷小学校が閉校し、下田町立民峰小学校浦谷文校となった。1997年3月には在籍者が亡くなった民峰小学校浦谷文校が閉校となった。児童数の出展は、63世、教育70周年記念愛知県小中学校市、民峰バス停1930年には、 国鉄飯田線本流しの駅と三河田口駅を結ぶ田口鉄道が開通し、断礼村田峰地区への最寄り駅として田峰駅が開業した。ただし豊川橋にある田峰駅と田峰小学校は 1.4km ほど離れており、田峰駅からは 150m ほどの高低差を上る必要がある。田口鉄道は1956年に豊橋鉄道田口線となったが、 1966年に営業休止し、1968年に廃線となった。豊か鉄バスの田口新城線は、新城駅や本流しの駅からタミネを経由して、下田町役場のある田口に至っている。ありがとうございます。